ニコ町会議3をご覧の皆さん、そして共産党ブースにお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はとことん共産党の拡大版ということで、ここニコニコ町会議3の会場幕張メッセより生中継をさせていただいています。私とことん共産党の司会を務めております浅岡です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてとことん共産党といえばこちらの、はい、共産党書記局長参議院議員の山下芳樹です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや山下さん、すごいですよ ね。なかなかお互いの声が聞こえるほど、ね、ものすごい盛り上がってますね。そうなんです、はい、もう先ほど1時間前10時にこの超、はい、ニコニコ超会議3がオープンしたんですが、はい、もうオープンと同時に、うん、若い人たちがもうダーッと走ってお目当てのブースにとかね、はいはい、グッズを買いに走っている方とか、はい、あともう一斉にあちこちのブースの企画が始まったので、はい、まあここの賑やかさといったら、そういう中でね、こういう政党のブースが ね出てるっていうのがまたこの何とも言えない、そうですよね、このミックスぶりがいいですね。そうです、ぜひそういう方々もはいちょっとでいいですからね、共産党のブースにも立ち寄ってくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひお立ち寄りください、はい、よろしくお願いします。ところでですね、浅岡さん、はい、今日はその超とことん共産党と銘打って、はい、企画があるんですけど、はい、そもそもこのとことん共産党っていうのは一体何ぞやと、はい、ご存知ない方もあると思うんで、まずそのあたりから説明いただきますか。そうですよね、はい、今日初めてこれをご覧になってくださっている方もいるかと思いますので、まずは私たちが普段やっているとことん共産党のムービーを短くまとめましたので、はい、そちらの方をご覧いただきたいと思います、はい、どうぞ。こんばんは、とことん共産党の時間です。こんばんは、33歳の独身です。よろしくお願いします。どうぞ。そうだ、あの時誰だったの。本当そうだよ。ください。今日はギャラリーの皆さんにも、ね、たくさん、はい、来ていただいていて、そうなんです、こっからは音がないんですけど、こんな雰囲気で月に2回、山下さんと、あと明日ご出演される小池晃副委員長を MC に、とことん共産党をニコニコ生放送で行っているんですよね。はい、はい、で昨年の、参議院選からネット選挙解禁ということで、その前からとことん共産党は始めていたんですけれども、はい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 、さらにそのネット選挙解禁から、月に2回ということで、はい、始めましたのが、はい、とことん共産党ということですね、はい、去年の参議院選挙でも、ずいぶん毎日のように、はい、このそうとことん共産党やってくれましたよね。そうなんです、はい、参議院選挙中は2日に1回を基本にしながら、うん、はい、で参議院選挙投票日の前の日には4時間スペシャルということで、はい、最後の日には市委員長にも来ていただいて、はいはい、いや本当に大盛り上がりで、ね、なかなか過酷な、私も候補者でしたので、1日宣伝した後ね、はい、このとことんが待ち受けてまして、今日はどうでしたかって聞かれて、いやとか言ったらね、それが大受けだったんです。それが評判でした。そうですよね、あまり考えない方がいいやなと思いましたけど、ね、はい、そうなんです、はい、で去年はですね、参議院選挙の一つの特徴といいますと、ネット選挙解禁っていうのがありまして、はい、ネット選挙で一番こうポイントアップしたのはなんと共産党だったと、ね、評判がすごく良かったんですけど、はい、その中でも日本共産党特命 PR 部、はい、拡散部、そうです、という素晴らしい、そうなんです、メンバーが登場したことが話題になりましたね、はい、そうなんです、はい、今日はそれをちょっとご紹介させていただきたいんですが、まずですね、このブースのちょっとネットのご覧の方にはご覧いただけないんですが、このブース内で、拡散部などの、グッズ販売のコーナーっていうのを設けていまして、はい、そこで今日は何が買えるかと言いますとですね、これも大好評なんですけれども、はい、まず拡散部のクリアファイルですね、はい、これはピンクバージョン作っちゃいました、はい、山下さん、はい、それが白の方ですね、白のバージョンですね、はい、
それからですね、これからの季節にぴったりの拡散部 T シャツですね。T シャツ、はい、これも作っちゃいました。これは白とピンクですね。これピンクですね、はい。はい。これです。そしてそしてなんと本もできてしまいまして。あ、すごい。はい。これが日本共産党拡散部という本でして、今回は特別価格で、はい、なんと1000円で販売をしているんです。いつもはいくらなんですか？いつもは1000円プラス消費税すいません。では 8% になっちゃったから ね、はい、ね、そう考えれば大きいですよね。消費税分、今日この場に限って、はい、もうサービスしちゃおうということですから。そうなんです。お得ですね。そして、はい、今回ですね、そのブースで1000円以上お買い上げをいただくと、はい、これはまさにここでしか手に入らない拡散部のメモ帳がもらえるという、はい、いやこれは限定100部ですので、はい、お急ぎいただければと思います、はい、そしてもう少しであるんですが、はい、山下さんこれご存知でした？去年のこのニコニコ町会議2では、うん、なんとすぐ売り切れてしまったという、共産党の東証バッジを。そうなんです、ね、僕も去年来て、はい、いろいろ驚きましたけど、共産党のグッズで一番人気があったのが東証グッズです。そうなんですよ。4つの旗がパシッとね、中に歯車と稲穂が ねありまして、これが若い方にすごい出てくれた。でこちらは素敵なと、尻尾焼き、はい、でもう一つの方はシルバーでできてるんですが、はい、まあ、いずれも、ね、なかなか手に入らないものなので、はい、若い皆さんに大変ご好評だったということで、ありがたいお話になっていますが、そしてですね、もう一つこのブースで、拡散部に関わってご紹介したいのは、はい、なんと私が着ているこの、雇用の陽子のコスプレができるという。今日ですか？そうなんです。これは素晴らしい。はい、ありがとうございます。ちょっと私としては恥ずかしかったんですけど、このピンクのコートを着て、このサングラスもできて、そしてですね、お仕置き用の、はい、星の杖みたいな、はい、そう、雇用の陽子のたすきも準備しているんですが、はい、こちらにいらしてくださった皆さんは男性も含めて皆さんあれを着ることができる。男性もこれが着れるんですか？はい、そうなんです。ぜひトライしてください、はい、え、浅岡さん今日はよく似合ってますよ。 ありがとうございます、はい、最初からこういうのをね着るということを知ってたら、私もこんなねいつもと同じ格好じゃなくて冒険首相のね、そうですね、格好ぐらいしてきたらよかったなと思ってるんですけど、山下さん、はい、ちょ、似合いそうです。ぜひこれはね着てみてください。はい、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、それからとことん共産党といえば、はい、昨年は年末スペシャルというのを行いまして、はい、こたつにみんなで入りながら寒天を着て、はいはいはい、みかんも食べながらゆるーくというのもやりましてですね、それも大評判だったんですよね、はいはい、そうですね、はい、年末にこたつの中でみかん食べながら、はいはい、そうなんです。このとことん共産党放送しましたけど、はい、その時にはなんとこのニコニコ動画の政治部長、はい、七尾さんも、そうなんです、ね、ゲスト出演していただいたんで、今日はそのニコニコ動画 の、 この本丸といいますか、はい、ね、企画のど真ん中にお邪魔してやっていきますので、はいはい、そしてそして、はい、この、 パワーアップをした、超とことん共産党なんですが、はい、最後にご紹介したいのは、はい、よ、なんとこのブースにですね、共産党の、うん、宣伝カーを入れてしまいました。やりました、はい、この宣伝カー映ってますでしょうか？これですね、はい、ちょっと皆さんに本物をお見せできないので写真をご用意したんですが、もう私たちの目の前に、あ、ごめんなさい、はい、そうなんです、これをあるんです、最近ですね、共産党の、宣伝カーにこの大人気の拡散部をラッピングしまして、はい、今これが街中を走り始めているところなんですけれども、はい、これをとうとう持ってきてしまいました、はい、去年ね、はい、僕もこのニコ町 会議で、はい、自民党さんが宣伝カーをドーンとこう持ち込んで、はいはい、結構注目ね集めてたんですけど、ね、ちょっと悔しい思いをしたんですけど、去年はまあ共産党初めてだったんでね、今年は頑張ろうということでやっちゃいました、はい、そうです、宣伝カーの自供対決実現いたしました、はい、ぜひ上にも乗れますのでね、そうなんです、はい、気軽にお立ち寄りください、はい、なかなか乗れませんよ。そうですよね、政党の宣伝カー、大型宣伝カーに乗れるということでね、はいはい、演説されなくても大丈夫ですから、す今日は乗るだけでも OK ですから、はい、どうぞお気軽に声をかけてください、はいはい、今日はですね、さらにここの上の部分に拡散部の等身大パネルというのを付けてありますので、はい、記念撮影をこの上に乗ってすると拡散部のみんなと一緒に記念撮影ができるっていう、そういう仕掛けもできていますので、はい、ぜひぜひ皆さんにいらしていただければというふうに思っています、はい、あ、
それから、はい、せっかくですから、うん、山下さんこれもご紹介しておきましょう。このニコ超3用にですね、赤旗編集局の皆さんが作りました、はい、リーフなんですけれども、これはよくできてますわ。そうなんです、僕も今初めて見ましたけどね、はい、びっくりしました。まさかこれが我が党のリーフとはもうちょっとしたら他の党にこれやられちゃったんかなとしまった、うちもこういうの作ったらよかったと思ったら、なんと日本共産党じゃありませんか。そしてこのイラストがまた素晴らしい、この萌え系のイラストがね、そうそうそう、共産党って何さっていう感じでね、やってくれましたよ。でもこれぜひね、たくさんの方に配りたいんで、はい、渡したいんで、こういうのもあるよっていうの皆さん手に手に持っていただいて、ね、お配りしながらこの、はい、これは1000枚限定かな、限定、はい、これマカハタの、プレゼンツなんですが、うん、ニコ超会議用のステッカーなんですね、はい、これもかっこいい、はい、感じなの で、ね、これも、こちらにいらしていただいた方には、はい、何か購入してくださった方にはプレゼントできる、はい、ということですので、はい、シール投票なんかやっていただいたら漏れなくステッカーもらえますのでね、はい、はい、ところで、はい、いよいよ、まあ、それぞれのですね、はい、今日と明日、はい、私たちこのとことん超とことん共産党ですが、どんな放送スケジュールになってるんでしょうか。はい、では今日明日の、はい、プログラムについてご紹介をしたいと思います。プログラムお願いします。はい、こちらになっていますけれども、まず最初にですね、はい、今これですね、オープニング超とことん共産党、はい、そしてですね、今日も明日も企画の合間合間に赤旗トゥデイというですね、はい、昨年大人気になったあの方が、登場するコーナーがありまして、はい、後でご説明しますね。で、今日は12時から笠井明衆議院議員をお迎えして、原発のテーマで原発再稼働はありえないっしょという企画を行いますと、はいはい、そして、はい、今日の午後2時からは、はい、若者2人が、インタビュアーになって山下さんにとことん聞いちゃう共産党、はい、今未来というコーナーがあるんですが、はい、これは私も楽しみにしてますね、はい、この中身を、若者と もう差しでね、はい、トークしながら共産党って何さっていうのをやりたいと思ってます。はい、楽しみにしています。そして今日の鳥なんですが、じゃん、こちらですね、我が共産党の委員長の C 和夫さん、はい、今日は C さんは今日の鳥で、はい、4時半から、はい、ニコ動の角谷さんとトークをすることになってますので、はい、鳥ですからお楽しみにしてください。はい、そして今のコメントでキラさん来ないのっていうのありましたが、ちゃんとキラさんも来ます。明日の企画ですけれども、まずですね、はい、明日ですね、明日は小池さんと一緒にオープニングをやった後、はい、小池さんの企画で消費税増税ってどうなってしまうのかがお昼から、はい、そして2時からは井上聡参議院議員で、戦争する国って本当なの、はい、というコーナー、これは大事なテーマですね、はい、はい、井上さんです。そして、はい、もうニコ町といえば若者が多く集まるので、はい、ぜひ皆さんに集まっていただきたいんですが、ブラック企業、ブラックバイトにお仕置きよということで、キラヨシコ参議院議員が昨日、今日とキラ様は沖縄市長選挙の応援に入ってくれてますけど、そこから戻ってくるということですね、はい、山下さんもついこの間行ってらっしゃるんですよね、はい、行ってきました。大事な選挙ですからね、はい、はい、それから、前回のニコニコ超会議では、はい、超政党機関紙、はい、新聞赤旗、これが大好評だったんですけど、そうなんです、今年も何かやってくれるんですか。そうなんです、さっきちらっと先に言っちゃいましたけど、はい、今年はフルボッコ姉さんが登場しましてですね、私ちょっとリハーサル拝見させていただいたんですが、まあ昨年にも増してパワーアップをしまして、大変楽しい企画となっていますので、はい、企画の合間もぜひチャンネルを変えずに、このまま超とことん共産党をご覧いただければと思います。赤旗記者の皆さんが思考を凝らして、ね、そうなんですよ、ちゃんと時間をつないでくれるということですね、はい、はい、それからですね、とことん共産党といえば青年の皆さんの企画も常日頃やってるんですが、民生同盟の方たちが、はい、このゴールデンウィークに行う、被災地ボランティアの、はい、募集やご紹介などをしますので、はい、それもぜひご覧いただきたいと思います。はい、そんなことで進めていく、ニコニコ超会議3ですが、はい、はい、最後にですね、マップをちょっとご紹介したいと思いますが、マップお願いできますか。あ、こちらですね、このブースの
地図ですね、どこにこのブースがあるか、はい、あの国際展示場、広いんですすごくね、広いところのこのホール3のですね、ここです、ホール3の59という、ここが共産党のブースになっていまして、あの他の党の皆さんもずっと周りね、この政党コーナーになってますので、はい、ぜひその中で共産党のブース探してください。はい、はい、それでは先ほどご紹介したように、この後は続いて赤旗トゥデイ、そしてお昼からは原発再稼働はありえない秘書が始まります。はい、マサさんも今日午後あとぜひよろしくお願いしたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。それでは超とことん共産党始まります。ありがとう。